6号艇スター花田和明がどこまでコース潜り込めるかが焦点となります。第17回日本財団会長賞第12レース優勝戦、スタート展示通りスロー水域は 1,2,3,6 となっていくんでしょうか。それでは勝ち上がった6人のヒーローをご紹介しましょう。スタート1分前、高額1号艇ブスジママこと玉川4連覇にチャレンジする圧倒的人気の中心ポイズンヒーローです。2号艇北野照之、池田浩二グループエテルニータではスタートの早い食パンマンといじられている正義のヒーローです。3号艇深谷智弘、奥様は今夜住之江優勝戦同じ3号艇愛のヒーロー2度目の夫婦同日 V にトライです。スローよコース6号艇花田和明、歌って踊れる勝ち釜のヒーロー、大怪我をしたこの水面魂を込めて戦うと気合パンパン。五角4号艇宮下元次、ヘルメットはベノム、ピットではキャプテンアメリカのシャツでリアルマーベルヒーロー。大外6コース5号艇木下翔太、皆さんおなじみグラッチェヒーロー、ちなみに正式な発音はグラーツィエだそうです。4対2、ブス島100前後の起こしとなっていきます。人気はその1号艇ブス島から相手候補3番深谷、2番北野へ、1番2番3番6番ダッシュ、4番5番優勝戦いくよ。スタートを切りました。1号艇ブス島好スタートを決めていきました。壁もしっかりしています。さあブス島必勝のインゲットになるか。3号艇握りますが届きません。圧倒した1号艇ブス島逃げ切りました。スタートは前提正常でした。早くも焦点準優勝争い、最有調査してきた5号艇木下一歩リード、それを追っていくのが6号艇花田、2号艇の北野、3号艇深谷でラスト4号艇宮下となっています。1周2マーク、1号艇のブス島から2番旋回は5号艇の木下、その外行った6号艇花田、2号艇は内をさばこうとしています。2番手は単独5号艇木下、そして3番手6号艇の花田が一歩リード、その後ろから3号艇深谷あるいは2号艇北野が追っていきます。2周回目に入っていきました。先頭は1号艇ブス島誠、2周1マークを旋回、続いて5号艇木下翔太、3番手6号艇の外握り込んでいった3号艇 V 際取られて2号艇の北野になっていますが、3番手は6号艇花田和明キープしています。現在上位は1番5番6番2周のバック側、その後ろは2号艇3号艇並走でラスト4号艇です。2周2マーク、1号艇ブス島誠、続いて5号艇木下翔太、3番手6号艇の花田和明、花田がしっかりと3番手をキープしています。上位ばらけて1番5番6番で最終周回で入っていきました。ラインなど何の問題もないと言わんばかりブス島誠、1周1マーク力強い逃げを披露していきました。5号艇木下、6号艇花田続いて上位1番5番6番となっています。先頭1号艇ブス島誠、水上では SGV7 のトップランカー、プライベートでは日本財団のコロナ支援基金に寄付をしたり、お子さんの通学路で一緒にゴミ拾いをしたり、大好きな保育ローに舌包みを打ったり、講師とも充実、ここ玉川では無敵の4連覇になります。上位156ブス島誠、次は SC グランドチャンピオン小島のファンと椛島アナウンサー前届け、みんなで一緒にせーのポイズン、せーのポイズン、せーのポイズン、優勝名刀。5番の木下準優勝、そして6番花田3着その後ろ、2番北野、4番宮下、3番の深谷五輪、以上第12レース優勝戦でした。